韓国パククネ前大統領に対する高知ところでの取り調べが白紙となった。韓国メディアが速報で伝えている。検察は、証拠の検討後、基礎について決定する方針だ。一方、検察は情報機関の裏金事件で僕前大統領に対する取り調べを行うため、ソウル高知ところを訪問。 ソウル中央地検所属のヤンソクジョ部長検事ら二人の検事と捜査官二人が26日午前8時34分頃、景気正し大市に位置するソウル高地ところに到着していた。